こんにちは社会科ブロガーの持岡です。今日は今話題の反撃能力についてです。で、いきなり質問なんですけど、あなたは反撃能力の保有、持つことに賛成ですか、それとも反対ですかで、この動画では反撃能力を持つことに賛成か反対かを考えるための情報をまとめました。で この動画を見ると、反撃能力について考えるための論点がわかると思いますので、興味のある人はぜひ見てみてください。はい、ではまず早速いきます。えっ、ー、と、反撃能力とは何なのかですが、超ざっくり言うと、超ざっくりです全然正確じゃないですよ。超ざっくり言うと、ミサイル攻撃をされたときに、相手のミサイル発射基地を叩く能力。 ではちゃんとした定義っていうのはこれ。我が国に対する武力攻撃が発生しその手段として弾道ミサイル等による攻撃が行われた場合武力の行使の3要件に基づきそのような攻撃を防ぐのにやむを得ない必要最小限度の自衛の措置として相手の領域において 我が国が有効な反撃を加えることを可能とするスタンドオフ防衛能力等を活用した自衛隊の能力、これがちゃんとした定義っぽいんですけど、全然わけわかんないと思うので、超ざっくり言うと、ミサイル攻撃されたときに、相手のミサイル発射基地を叩く能力だと、そういうふうに思えばいいんじゃないかなと思います。で、じゃあ、一口に反撃能力って言っても、具体的にどんなものなのかっていうのがいまいちわかんないと思うので。 反撃能力に必要な要素っていうのを考えてみました。で、おそらく3つです。正確に相手に撃てるミサイル、相手の国に撃つための情報、で相手の国に撃った後の検証、この3つが反撃能力に必要な要素です。で、正確に撃てるミサイルっていうのは、まあ、わ、まあ、かりますよね、その相手の発射ミサイル発射基地などに。 などを正確に攻撃できる武器、技術ですね。まあ、戦闘機、もしくは船、もしくは地上から、えー、相手の、えー、あるポイントをめがけてミサイルをバーンって発射して、えー、ちゃんと撃つっていう技術、武器ですね。2つ目、相手の国に撃つための情報。これは上空からの情報とか相手基地の、相手の基地の情報とかですね。まあ、あとは相手が攻撃、 今にもしそううだなっていう情報とかあと、えー、相手がミサイルを撃ってきたときに、そのミサイルの軌道とか、どこに落ちるか、着弾する位置などに関する情報、これらを分析し、えー、把握する能力ですね。これが反撃能力の要素の2つ目です。で3つ目が、相手の国に撃った後の検証能力ですね。 反撃して終わり、撃ったら終わりじゃなくて、それが実際に効果を、えー、発揮したのかどうかを検証しなきゃいけないじゃないですかっていう意味で、えー、相手国に撃った後の検証能力っていうのも必要です。この3つ、正確に撃てるミサイル、相手国に撃つための情報、相手国に撃った後の検証、この3つが揃って初めて反撃能力を保有したと言えると思います。でまあ、僕的に、 この中で鍵を握っているのは、発射されたものが、相手の国から発射されたものが、日本を攻撃するミサイルだって判定する能力ですね、えー。じゃ、じゃないと、要は相手が撃ったものが、実は日本をめがけたミサイルじゃなかったってなった場合、それで反撃能力使っちゃったらやばいじゃないですかっていうことで、 反撃能力を持つか持たないかっていう議論の中で、多分おそらく、鍵を握っているのは、発射されたものが日本を攻撃するミサイルだって判定する能力だと思います。で、ちょっと今分かりましたかねなんかぐちゃぐちゃって言っちゃって分かんなかったかもしれないですけど、ちょっと分かんなかったって人は、もう一回巻き戻して聞いてください。で、じゃあ、反撃能力を持つメリットやデメリットは一体何なの です、えー。超ざっくり整理しました。まずメリット。これは、さらなる攻撃を防げるっていうことです。相手の攻撃元を叩けるわけなので、さ、え、ら、ー、なる攻撃を防げる。要は、こう、相手の国からミサイルがポンと飛んできましたと。で、もう日本ですね。で、飛んできて、まあ、それに対して、こう、 んな落ちてからじゃないですけど、まあ、撃ち落としたりするわけですよ、ミサイル防衛で、まあ。船からここら辺でも撃ち落としたりするんですけど、えー、こうやって撃ち落とすわけじゃないですか。なんだけど、えー、この攻撃元を叩かないと、ひたすらこう撃たれるわけですね。っていう意味で、反撃能力を持つと、この攻撃元を叩けるので、さらなる攻撃を防ぐことができるということです。 そしてさらにメリット、2つ目、抑止力として機能する、えーと。攻撃、日本を攻撃したら反撃されるっていう、そういう感覚を与えられるだろうということで、えー、抑止力として機能するという、まあ、そういうメリットがあります。じゃ一方、デメリットは何なのかというと、この発射されたものが、相手の国から発射されたものが、バーン飛んできますねで。飛んできたものが、 日本を攻撃するミサイルだっていう判定、もう一回言います。発射されたものが日本を攻撃するミサイルだと判定する能力が低くて、判断をミスっちゃった場合、つまり、この飛ばしたものは全く日本を攻撃するものじゃないのに、それを日本が勘違いして、日本への攻撃,の攻撃だって勘違いして、相手のミサイル発射,その発射基地を叩いちゃったら、 やばいいじゃないですか。日本が一方的に武力行使をしたっていうことになっちゃいますよね。日本の勘違いのせいで。ということで、えー、その判定する能力が低かったら、日本が一方的に武力行使をしたっていうことになりかねないというデメリットがあります。で、デメリットの2つ目は、さらにお金が必要になるっていうことです。まあ、防衛費がさらに増大するっていうことですね。それに伴って、増税も行われるということです。 でていてことで、まあ、これがデメリットと、これがメリットとデメリットなんですけど、結局のところ、これ反撃能力において、大事なのは、どの段階で反撃能力を使うかっていうことですね。言い換えると、どの段階が日本への武力攻撃が発生のタイミングなのかっていうことです。 えー、考えられるのは3パターンです。日本への武力攻撃が発生のタイミングの、えー、パターンは3パターン。まず、武力攻撃が発生しそうな時、えー、もう今から攻撃しそうだなという時いや厳密に言うと攻撃はしてないわけですけど、ここまで含めて、 攻撃しそうだな、準備してるなっていうところまで含めて、武力攻撃が発生と認識するというパターン。これが1つ目。で2つ目は、ミサイルが飛んできたとき。もうミサイルが宙に浮いて、あとは落ちるだけっていう状態なので、これをもって、日本への武力攻撃が発生したと判定するというパターン。これが2つ目。3つ目が、ミサイルが実際に 落ちた時ですね、まあ、もしくはミサイル防衛でバゴンで破壊したっていう段階。まあ、ざっくり分けると、日本への武力攻撃が発生のタイミングはこの3つに分けられるかなと思います。で、ちなみにこの1個目は政府が否定してます。この反撃能力は憲法および国際法の範囲内で専守防衛の考え方を変更するものではなく、武力行使の3要件を満たして初めて行使され、 武力攻撃が発生していない段階で自ら先に攻撃する先制攻撃は許されないことは言うまでもない。ということで、1つ目のこれは否定されてますが、じゃあ、この飛んできた瞬間なのか、落ちた時なのかっていう、これのか、どっちなのかっていうのは今のところ、今のところ定まっていません。で、じゃあ、どっちなのって話ですね。 ねえじゃあ、どっちがいいのかっていうのを考えてみます。まず2番目のパターン、ミサイルが飛んできた瞬間に武力攻撃が発生と認定するパターン。このメリットは、相手国が自由に攻撃できる時間を短くすることができるということです。要は着弾するまで、例えば北朝鮮から日本に。 ミサイルが飛んできて着弾するまでって大体5分から10分ぐらいって言われてるらしいんですけどこの、えー、5分から10分着弾するまでを待つ必要がないので相手国が自由に攻撃できる時間を短くすることができますよね。意味かかりましたかピューって飛んできてる段階で反撃ができるので次次の攻撃を抑止することができるということです。 なるべく早く抑止することができるということ。ただ、実際に着弾しているわけじゃないので、実際に日本に落ちているわけじゃないので、日本がこの判断をミスる可能性っていうのはあります。相手が飛ばしたミサイルが全然日本向けのものじゃないのに、えー、日本のものだって勘違いしちゃって、とんでもないことになるっていうデメリットがあるっていうことです。じゃあ、相手,相手のミサイルが、 着弾した段階で、えー、武力攻撃が発生したと認定するパターンのメリット、デメリット。これはまず、メリットは日本の判断ミスを防げるということですね。着弾、実際に日本にミサイルが落ちたっていう、その事実に基づいて反撃するよっていうことになりますので、もう日本の判断ミスは絶対に起きないですよね。っていうメリットがあります。ところが、デメリットとして。 逆ですね。相手国が自由に攻撃できる時間が長くなると。飛んできたミサイルが日本に着弾するまである意味待つことになりますので、5分、10分ぐらい相手を自由にさせるっていうことですね。そういうデメリットがあります。ってことで、このように日本への武力攻撃が発生っていうタイミングが、タイミングを2と3、どっちにすべきなのかっていうのが、すごい難しい問題なわけですよ。 で皆さん、どっちがいいと思いますかでちなみに、これ、ちょっとある人から聞いて、なるほどなって思った意見なんですが、実は、2なのか、3なのかっていうのを明確にしないメリットがあるんだよっていう話ですね。実は、日本が反撃能力を行使するタイミングを曖昧にしておくことが大事なんだよっていう考え方。というのも、 反撃能力は日本にミサイルが落ちてからじゃないと発動できないって明確に定義しちゃったら相手国への牽制が弱まって相手への抑止にならないっていうことですね。だからわかりましたその曖昧にしておくことによって日本がどういうタイミングで反撃してくるか分かんないから相手がビビるっていうそういうロジックです。ではこれ聞いてあ、まあ、確かにそういう考えはあるなと思いました。防衛上の えー、秘密というかあ、防衛上をあえて秘密にしておく、あえて曖昧にしておくことで、メリットが日本にとってメリットが生まれるということです。はい、って感じで、以上、反撃能力とは何なのかとか、反撃能力のメリット、デメリットとか、反撃能力を使うタイミングはどれにすべきなのかという、そういう話をしてきました。で、これらを踏まえて、えー、皆さんはどういうふうに。 考えますか日本が反撃能力を持つことに賛成ですか、反対ですか、もし持つのだとしたら、えー、どういうタイミングで使うというふうにすべきだと思いますか。もしよかったらコメント欄とかで、えー、皆さんの考えを教えてください。はい、最後まで聞いてくださってありがとうございました。さようなら。